はい、ということで皆さん、毎日更新無料傘の動画です。よろしくお願いします。こちらねと言います。よろしくお願いします。ということで今日もね、毎日更新やっていきましょう。あ、昨日はね、ガシャ更新の日だったので お休みというかね、ガシャ動画を上げたんですけども、今日はね、いつも通りの無料ガシャの動画を上げようかなと思います。その前にお知らせ的なことね、普段動画では喋らない細かい情報などを軽く見ていきましょう。今日来たのはこちらですね。 MV プレイリストにあれですね、ライブの実際のライブの時の楽曲のその何ですか、その収録楽曲が同時に流れるみたいな感じですね。 MV そのライブで流れたやつで MV がちゃんとあるやつは全部流れますよということでございますね。まあ、これはね、まあ、だからその、僕はね、ライブ見に行ったことないんでわかんないですけども、まあ、そのね、今までね、見に行った人にとっては、あ、この時のライブねってパッて押したら、その時のライブの順番で楽曲が流れていく、MV がこう流れていくという、MV プレイリストでございますね。これはね、まあいいよね、その思い出をね、その時行った時の思い出をね、その時ね、MV を見るときに、見た時にね、こんなんだったなと。この子がこんなんだったなというのを思い出すことができるのでね、いい機能ですね、本当にね。はいはい、ということが今日の更新内容でございますということで、イベントどうですか。あ、ちょっとコミュー開いてないですけども、僕はとりあえずこの辺かな。まあまあまあ、ちょこちょこね、エンブレムを消費しておりますので、例えば3249ポイントですね。で、まあ、ハイスコアの方も、まあ、ちょっとまだフルコン取れてないですけども、まあ、また取れると思うので、まあ、とりあえずね、銀トローラインぐらいは取ろうかなと思ってますね。ちょっとマスプラがね、ちょっと親指にとってちょっと、ね、厳しい部分もありますしね、ちょっと無理なのかなと思ってるんですけども、まあ、マスターはね、フルコン取れるので、絶対取れるので、そこで、まあ、銀トローラインをね、最低ラインは行こうかなと思ってます。ちょっと銀トローはマスプラをフルコン取らないと厳しいんですけどね、やっぱりなかなかね、厳しい部分がありますので、ちょっとまあなるべくチャレンジはねしようかなと思っておりますということで、こんな感じかな。ではね、今日のお知らせという系はそのお知らせという感じは感じお知らせはこんな感じでございましたということで、じゃあね、無料ガシャを引いていきましょう。ではいきまーす。はい、ほっほいほい、篠原レイさんですね。はい、ありがとうございました。ということでこんな感じでね、今日の無料ガシャ動画はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、お済みでない方はぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではさようなら。